横浜港に停泊中のクルーズ船ダイヤモンドプリンセスでは、新型コロナウイルスの検査を受け、陰性が確認されて発熱などの症状がない人たちの下船が先ほどから始まりました。横浜港から中継です。はい、私の後ろに見えているのがダイヤモンドプリンセス号です。乗客の方、先ほどから少しずつ船を降り始めているようです。で、皆さん降りた後にどうされるかということなんですが、私の後ろに見えてます、バスが20台ほど止まっているんですが、バスや、タクシーで近くの駅に向かう予定です。ダイヤモンドプリンセスでは今月3日に横浜港に入港して以来、検疫が続けられていました。今日の段階で健康観察期間の14日間を過ぎたため、検査で陰性が確認され、発熱などの症状がなかった乗客が今日からあさって21日にかけて順次下船する予定です。今日は日本人の高齢者などおよそ500人が下船する予定です。中にいる乗客の方からは、タクシーを使う場合感染する恐れがあるとして乗車拒否されるかもしれないと不安の声が上がっていました。厚生労働省によりますと、乗客の方には上陸許可という書面が出されまして、そこにはウイルス検査で陰性だったとの記載が出されるということなんです。乗客の方は念のためサーモグラフィーで発熱しているかどうかの検査を受けてから下船するということです。以上、中継でした。